トルマチョーボ空港は、ロシア連邦、ノボシビルスク郊外にある空港。ノボシビルスクの市街地から16キロメートル離れている。1957年6月12日に開港。開港当初の路線は、つまいなす104を使用したモスクワとの間の国内線のみであったが、1992年に民営化され、それ以降路線数を増やしていった。 1995年からは公開株式会社、トルマ町母空港が運営している。2009年の輸送実績は180万4297人であった。なお、現在、3本目の滑走路を建設中である。2018年6月より成田との直行便が週1便で、就航しており、両空港を6時間35分で結んでいる。 のぼしビーリスクグラブニー駅に向かう急行バスが約30分おきにメガショッピングセンターに向かう一般バスが約20分おきに運行されている。また、鉄道利用の場合はシャトルバスでシベリア鉄道のエローフラット駅に向かい約1から2時間おきに運行されている列車に乗車してのぼしビーリスクグラブニー駅に向かう。ありがとうございます。